アーティスト、グラフィックデザイナーの三木夏実さんと電話がつながっています。お写真の中ありがとうございます。田村です、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは、まずですね、三木さんのこれまでのご経歴からお聞きしていきますけども、高等専門学校の専攻課程の内容から教えていただけますでしょうか。はい、今は札幌市立大学という大学になっているんですが、はい、で札幌市立高専という芸術やデザインを学ぶ高専がありまして、はい、こちらで5年間インダストリアルデザイン学科というところで基礎造形だったり、あと建築を学んだりしていました。あ、建築を、はい、はい、なるほどね。まあ、建築やるとやっぱりこう広い分野の支援が広がりますよね。そうですね、はい、うん、最初のはやっぱりこう幅広い芸術の分野っていうことの勉強をするようになるんでしょうか。なんか最初の3年間いろんな芸術分野をやるんですよ、授業で、はい、それこそ現代美術から映像だったりで、デザイン、いろんなデザインをグラフィックとか土地計画とか工芸とか工業デザインとかいろんなことをやったんですけれど、なんかその時にこう映像作りだったり舞台作りに私結構ハマっていまして、はいはい、で時間がある芸術を学びたい、でもうちの学校はそういう専攻科がなかったので、なんか一番近そうなものを探していた時に舞台美術をやってる方の講演を気に入って、はい、その方が、まあ、建築をやっておくといいっていう話をしてて、なるほどね、はい、まあ、絵を描く上でも建築は芸術の全ての基礎だからっていうことを言っていたので、あ、よく言いますね、はい、なんか建築にしようかなと思って、はい、建築を選んでました。はい、そして2015年に、まあ、独立されたということですけど、この独立されたきっかけ教えていただけますでしょうか。はい、そうですね、20歳の時にこのデザインの学校卒業してるんですけど、はい、2年間行くことにしてて、なんか10年ぐらい全然違うことやりたいなって思って時代を過ごしていたんですが、ちょうどその30歳になるタイミングで、そこから先は担当に行くかデザインとか、あと行くか理想がやっていこうって思って、そろそろ30歳だなっていうのがそのタイミングでした。なるほどね、うん、で、まあ、やっぱりこうそこで幅広いいろんなことをやりたいというふうになったんでしょうかね。あ、なんか正直本当は最初から絵を描ければいいやっていうのが本音としてはあって、あ、なるほど、ただ、まあ、自由に絵を描いてそれが仕事にそのままお金になるっていう状況は社会でいうとあんまりこうネタではない選択だったので、なんか、まあ、やっていく中で結構結果的にいろんなことをやっているっていうのはあったりはするんですけれど、うん、でもまあ同時にこう絵だけ描いていてもすごく世界が狭くなってしまうので、はいはい、他に向き合ういろんな手段っていうのは持っていたいなっていう気持ちも、まあ、同時にあったりして、なるほど、ね、その間をカットしたりはしています。はい、まあ、そういう面で、まあ、札幌に、でそれから北海道を拠点にするっていうような、まあ、選択もこの頃にされたんでしょうか。そうですね、なんかやっぱり自然が好きなのと雪が冬に降らないと落ち着かないなって思って東京に一回出たんですけど、はいはい、そこは東京で魅力的ではあったんですが、雪があるところで暮らしたいっていう思いがあって、うん、なんかそれが結構一番大事に言ってるところかもしれない。なるほどね、はい、まあ、ミキさんはそのイラストですとかライターともやってますし、企画、うん、イベント企画ですとか講師もやってたりダンサーだったり、うん、その演奏に出演されたりとか、ね、うん、本当に幅広い活動されてますけども、うん、ただなんか原点にはやっぱりこう絵を描くってことがあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、どうでしょうか。それが原点だし、もうこれからもずっとそれはやめないと思います。なるほどね、うん、まあ、それがいろんな活動とこう微妙につながってるんでしょうね。そうですね、それはどんな時もやっぱりつながってますね。なるほどね、うん、まあ、絵についてはこれからこう詳しくお聞きしたいと思うんですけど、まあ、うん、Facebook などで、様々な、うん、
まあ、作品なんかをこう見させていただいてるんですけど、まあ、さまざまな活動されてるのと同時にさまざまな、まあ、作品が、あって、でなんか、うん、まあ、ミキさんの作品ってなんかこうどれもね、はこう広い世界になんか広がっていくような、背後に広い世界があるような、そんな作品に思うんですけど、まあ、この辺の秘密についてはこれから少しお聞きしたいと思うんですけど、本当にあの活動されていく中でやっぱりいろんな模索をされて、それがなんか空間にな広がりになってるんじゃないかなというふうに思いながら見させていただいてます。ありがとうございます、はい。それではここで一曲、ミキさんのリクエストに今日はお答えしていくんですけど、はい、ミキさんがミュージックビデオも制作されているという方ですね。そうなんです、はい、山崎彩さんのアームズ、お聞きください。Stay tuned for more Friday Speakers。アーティスト、グラフィックデザイナーのミキ夏美さんと電話がつながっています。ミキさんの、本当に多彩な活動の中でも壁画制作っていうのがとても印象的です。ミキさんにとってこの壁画という分野の魅力何でしょうか。そうですね、一番古い絵のなんていうか表現方法だっていうのが、洞窟壁画、はい、そうですね、はい、テルネサンスの時代だったりもそうですし、近代でもクリムトとかも壁画の仕事が最初に、はい、っていうか用途としてしていたりとか、あんまりこう現代で壁画作家に会う機会って特に北海道だとそんなに多くないかなと思うんですけれど、環境とか建物と一体となってますよね、溶け合っているっていうか、それがすごい魅力的で、キャンバスみたいなこう限定されたところじゃなくて、そういう、こう環境と一体になっているところがすごい魅力的ですね。非常に大きいので書き応えがあります、はいはい、ということで、この具体的にこれまで その壁画の制作についてお聞きしていきたいんですけど、最初に書かれたのは、はい、札幌のゲストハウスのワヤっていうところでしょうか。あ、そうです、最初はワヤです、確かに、はい、ここで鳥なんかを書かれたんですよね、うん、鳥、そう、熊と鳥の絵を、なるほど、書きました、うん、なるほどね、まあ、ここは、こう旅行者向けのゲストハウスみたいな感じで、ですよね、はい、古民家を改装したところですよね。そうです、そうです、はい、はい、そして次に函館のホステルなんかでも、書かれているようですけども。そうですね、はい、そこは確かチューンという音楽をコンセプトにした、函館のホステルだと思いますけども、あそこは結構大胆にたくさん書いているような印象を受けましたけど。そうなんです、コンクリ、もともと銀行だった建物をリノベーションしていて、はい、4階建ての1階がバル、ライブなどもできるバルになっていて、はいはい、3階がゲストハウスで4階がシェアハウスなんですけど、階段全部と外と、あとは宿の部屋にも少し書いたりしてます、ね、なるほどね、函館といえばプレデラメールっていう、プレデラメール、はい、あそこも古い倉庫を改造したところですけど、うん、あそこもなんか、うん、こうその函館らしいっていうか、そんな感じが、うん、海というかそういう感じがします、ね、そうですね、プレデラメールは結構緊張しましたね。なるほどねそして、フォトスタジオのワンストーリーっていうところではなんと、ガラス、うん、窓ガラス、すりガラスのところに白いペンキで描かれたということで。そうなんです、あれは撮影スタジオなんですけど、はいはい、結構時間帯によって影の色がすごく変わるので、日中はこう半透明の白に白いペンキで白っぽい感じの鹿がたくさん描いてあるんですけれど、はいはい、夕方とか夜になるとその鹿が影になって黒く映るんですよね、ここに撮ると、うん、そういった面白さがある壁画になってます。面白いですよね、はい。そし
で、まあ鶴居村のハートンツリーというところでもなんか、そうですね、はい、書きました。ゲストハウスですね、あそこね。あそこはそうですね、はい、ゲストハウスです。なるほど。まあ、さまざまなところで、書かれてますけども、はい、まあ、私は札幌インキュベーションハブドライフで、はい、ちょっとだけ見させていただきましたけども、まあ、はい、あそこはまだ制作途中と。そうなんです、はい。まあ、なんかビクさんから、制作したいというふうに申し出たというふうなお話を聞いてますけど。そうなんです。あそこのプロデュースをしていた方の、運営している大人が来る、はいはい、あのコワーキングスペース兼カフェバーで壁画を描いた経緯がありまして、うん、そうですね。そこでじゃあ、壁画を描いた流れで描きたいと、うん、なるほど。で、会議室の1と2、2つ制作中ですけども、はい、1の方が鹿が描かれていて、これは焼きごてで描かれてるんですよね。そうなんです、はい、ハンダごてです、普通の、うん、ま、以前もなんかこうハンダごてで描かれたことがありますよね、うん、そうなんです、はい、これ面白いですよね。面白かったですね。そうなんですよね。鹿はもう少し鹿の周りは広がっていくんですか。広げたいと思ってます。なるほどね、はい。そして、第2の会議室はなんか未来の産業っていうふうにおっしゃってましたけども、うん、まあ、本当に集中して書かれているところと余白がたくさんあるところがあって、うん、これからどうなっていくのかなというふうに思いましたけど。そうですね、はい、どうしようかなと思いましたら、はい、ただ建物もうすぐ、まあ、何年後かに壊されてしまう予定なので、もう建物が壊れてもドアが残るなと思って。あ、なるほどね。ドアはちょっと残したいなっていう思いもありまして、あと渡り廊下にも書くっていうお話を聞いてたんですけど、うん、なんかあれはちょっと検討中にもう一回なりました、うん、なんか北海道の歴史を書きたいっていうお話だったんですけど、うん、なんか僕はなんか年代順じゃなくてね、縄文と現代がこう混じり合ったような、そんな世界が見たいなというふうに勝手に思ったりもしてました、はい、そうですよね。ごめんなさい、それは別の場所にしようかな。あ、なるほどね、はい、はい、まあ、これからの完成楽しみにしてます、うん、はい、うん、ではここで1曲、ミキさんのリクエスト曲ということで、これもミキさんがミュージックビデオを制作しています、前田結菜さん、透き通る、お聴きください。Now listening to Friday Speakers. アーティスト、グラフィックデザイナーの三木辰巳さんと電話がつながっています。三木さん、昨年の8月、厚真町の地域おこし協力隊に、参加されましたけども、この移住した理由を教えてください。はい、そうですね、その前から函館にかかってたので、はいはい、関係人口ってものだったり移住ってものはずっと考えてたんですけれ ど、ね、じゃあ自分がいざもし移住をするならどうしようかなっていうことと、なんか、うん、何のために移住したいのかなっていうのがもうちょっと明確じゃないとダメだなって悩んでたんですよ、ちょっと、はい、人口が少ない地域に行ってみたいっていう思いはちょっとあったんですけれど、でそんなことを悩みながら、2年前、35歳ぐらいの時にですね、はい、なんか学校で絵やデザインを学び始めてから20年経ったぞと思って、はい、で仕事もなんとなくこう思ったようなことは、当時思ったようなことはできるようになってきた時に、なんかもう一本私軸が欲しいなって思い始めたんですよ。なるほどね。こうアートとデザイン以外の、それでいろいろ考えて、1年ぐらい考えていて、なんか環境だったり森林だったりこう、まあ、微生物の世界だったりそういったものに関心があるかもしれないと思って、じゃあそれをなんかこれからじゃあ残り何十年生きているかわからないけれど、もう一本の人生の軸として探求するなら北海道でどこでいいかなと思った時に厚真にしようって思ったのが一つです、はいはい、そして株式会社楽しいっていうところに、参加されてますけど、これきっかけはどんなことだったんでしょうか。これはですね、
なんか、まあ、正直地域おこしじゃなくてもよかったんですよ。そのままフリーランスで移住しようか、ローカルベンチャーを応募しようか、はい、でもちょっと話だけ聞いてみようと思って話を聞いてた時に、たまたまその地域おこし協力隊の企業研修型っていう、まあ、社員募集という形でデザインを募集している会社があったので、はい、なるほどね、とりあえず話だけ聞いてみようかなぐらいの気持ちで、まあ、お話を聞きに行ったんですね。まあ、それで、うん、面接という形だったんですけれど、どちらの社長さんがぜひよかったらって言ってくださったので、まあ、これも何かの縁だろうと思って、それで、はい、楽しいという会社に入りました。これ椎茸の原木栽培の会社ですよね。そうなんです。旦那さんが農家さんをやっていて、はい、奥さんがそのブランディングだったりとか販路開拓をやっていこうっていうところで、でも奥さんの方のそのなんか好きなデザインのペースだったりとか言葉のセンスっていうものが結構感覚が合いそうだなと思ったりしたのと、私が今までやっていた業務だったのでブランディングだったりっていうのが、はい、うん、なんかただフリーランスでそのままただ妻に引っ越す感じになっちゃうよりかはもうちょっと町に深く関われたりするのかしらっていう気持ちもちょっとあったりして、はいはい、そして「あつまの木」っていう、あつまの木96っていうのかな、例の胆振東部地震で被災した木々をこうどうにかするっていうようなところから始まったようなんですけど、ここに参加するきっかけはどんなところだったでしょうか。はい、こちらは今一般社団法人になっていて、はい、で、まあ、理事が6人、私が7人になるんですけれど、はい、これは、林業をしている人から製材屋さん、あと木工作家だったりとか、はい、班をしている人だったりとか、こう厚真町の役場に結構森林をベースにした町づくりをしたいと思ってる森林博士を持ってる役場職員さんがいらっしゃるんですけど、はいはい、その人とロットボタンカンパニーという会社が入って96% というプロジェクトが生まれたんですね、はい、9月6日胆振東部地震忘れないということで、はい、実際僕を作ったプロダクトを、まあ、作っていくようなプロジェクトだったんですけど、ここからせっかくみんなで集まったんだから会社を作ってみようという形で会社ができたんですね、はいはい、でその会社の代表みたいなことをやってる方が、さっきお話に出た札幌インキュベーションハブドライブに妻の木を持ってきてくれている方 で、そこでちょっとお話をしてる間になんか私も森に興味があるみたいなところから、はいはい、こうデザインだったりとか広報みたいなことができる人が入ってくれると嬉しいみたいな話になっていて、それで、まあ、なんかやれたらいいねみたいな話は移住する前からちらちら声を消してくださっていたんですけれど、移住をしたことをきっかけに、はい、じゃあ正式にという形で参加させていただいてます、まあ、具体的にいろんな、うん、プロダクトが、まあ、できてきてますよね。そうですね、はい、まあ、古い木を使ったり木の枝を使ったりとかいろんな事業がある。そうなんです、震災で出た被災木を使ったまな板とかコースターのプロダクトだったりとか、あとボタという林業の世界でただ切られて捨てられてしまうだけの枝があるんですけど、はい、それを使った服だったりとか、そういうもう使われない材を蘇らせるというか使えるものにしていこうというプロダクトが今、はい、いくつか出来上がっています。まあ、そういう面ではこの循環とか再生とかっていうことにつながってきますよね、うん、そうですね、うん、結果としてそうですね、もったいないが解消されるっていうのが、はい、はい、ありがとうございます。ではここで一曲、このミキさんのリクエストで厚真町出身のシンガーソングライター小寺聖奈さんですね、はい、声が出る限りお聞きください、うん、You're tuned in to Friday Speaker アーティストグラフィックデザイナーのミキ夏美さんと電話がつながっています。ミキさんがこれから取り組みたいこと教えてください。はい、今までずっと手に届くところにあることだったり人だったりものっていうのをすごい大事にしてきたんですけど、はい、あと3年で40代になるので、もう少しこう大きな視点で事業だったり自分の活動自分たちの活動みたいなのを捉えられるようになりたいなと思っていて、はい、
なので残り30代の間になるべくこう少しきちんと経営学を学んだりだとかリベラルアーツ的な学問のための学問を学んだりだとかきちんとこう学びの土台をもう一回再構築したいなと思っていて、それをちょっと今すごい大事にしたいと思ってます。なるほど。あつまでのやっぱり授業っていうのもこれからいろいろ考えてらっしゃるんでしょうか。あの森とか、うんうん、そうですね、今現状やっぱりそのあつまの木のお仕事だったり楽しいがこれからどうなっていくか、農業とか林業とか地産業と何かつなげて仕事を作っていくっていうのはこれから何年かかけてやっぱり形にしていきたいなっていう思いももちろんあるので、それはちょっときっちりやっていきたいと思ってます。なるほど。ドライブでのインタビューでその、はい、森と金と数学の勉強っていうふうに書かれてたんですか。そうなんです。はい、これ森と金っていうのはすごくわかるんですけど、数学っていうのは、うん、私もね実は数学はアートだと思ってるので、うん、ぜひ聞きたいなと思ったんですけど、はい、そうですね、数学自体はアートだと思うし、そこは私がアートとしてどこを極められるかはまた別の話なんですけど、ちょっとやっぱり社会が変わっていく中で、じゃあその微生物生物の世界だったりとか物理だったりとかそのいろんなことを学んでいく上で数学の基礎知識ってやっぱりあった方がより深くいろんなことを理解できるんじゃないかなと思ってきて、ね、はい、もう一回やり直そうと、まあ、やり直したいしちょっとしっかりやってみたいなっていう気持ちがあります。なるほど。まあ、そういう面で の、 その数学的な要素と同時に、うん、もっとなんか数値っていうか数っていうのはなんか自由な感じがして、色とか輝きとか動きがあったりなんかするっていうような気持ちが僕の中にはあって、それでちょっと、ね、はい、興味深く呼ばせていただきました。はい、うんうん、それで実は昨年の2月にそのドライブでバーチャル雪まつり の、 その VR の体験会っていうのがあったんですけど、そうですね、で参加していただいて、そのマルチブラシっていう、うん、その VR 空間に絵を描くアプリを体験していただきましたけども、うんうん、どんな感想をお持ちですか。本当にこう空間に絵を描くっていうことがこれから現実に、はい、選択肢の一つになっていくんだなっていうことにすごくワクワクして、ライブドローイングだったり舞台の可能性とかも広がりそうだし、こうペンのようなね、そのツールを持ちながら彫刻を作れるっていうのも非常に面白いなと思っていて、そうですね、 VR だったり、まあ、それこそ AR だったりそういったバーチャルの空間がこれから生活の中でどれだけ身近になってくるんだろうっていうのは非常に楽しみだなと思いました。まあ、まだまだその今の VR の世界というのは繊細さがな、まあ、繊細さに乏しいんですけど、でも物理法則から自由だし、それから拡大縮小ができるんですよ、自由にね。これもすごい。だから、ミキさんなんかはそのリアルと VR のそれぞれの持ち味をね、割といろんなことをされているので生かして、そのなんか様々な挑戦の一つとしてね、VR 空間を生かしたなんか素敵な作品ができるんじゃないかなというふうに思っていました。うん、はい、なんかもうそれこそパソコンが早くこの小さい画面から解放されればいいのにってすごく感じました。そうですよね、うん、はい、これから多分そういうふうになっていると思います、うん、メタバースとかっていうふうにして言われてますからね、うん、はい、そして、最後にそのミキさんにとって、うん、アートと、まあ、街づくりっていうか、まあ、アツマなんかも含めて、あるいは自然との関係も含めて、それはどういう関係にあるのかってことと、生きていく上での そのアートって何なのかっていうことを最後に聞きたいと思います。はい、まず街づくりってこう人がこの地球だったり宇宙の環境の中で限定された地域でこうより良く生きていくための仕組みをみんなで考えていったりとか、その無常を最初に作るっていう意味合いと、でも現実の中で起こった問題に対処していくっていうニュースと2つのことがあると思うんですけど、それアートも非常になんか同じことだろうなと思っていて、なんていうか、ただアートってラテン語でそのアルスっていう自然の配置だったり技術っていう意味が語源になってますけれども、うんうん、何かを理解するためのプロセスで、それをこう人と誰かと共有してしようとする行為としてすごくいろんな可能性があると思うんですね。なので街づくりの中でもアートっていう役割がなんかこう
お互いを理解するための言葉じゃない言語としての役割っていうものはもっといろんな可能性に満ちてるんじゃないかなっていうのはいろんな場面で感じているので、なんかこうアートが特別なものではなく、言葉のような一つの手段として上手に活用されていくような文字作りっていう可能性がなんかどん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 広まって生まれていったらいいなっていうのは思ったりしています、はい。まあ、ヨゼフ・ボイスがあの社会彫刻って言って、うん、全ての人はあの芸術家であるっていうことを言ってますけども、うんうん、本当にあのなんか生きていくことと一緒なんだっていうか、うん、でもう一つは僕はやっぱりあのなんか短絡的に有用性とかね、普通なこととか正解だとかっていうこととちょっと距離を置くことができるっていうものが後にの可能性としてあると思ってるので、そういう面であの、生きていく上でもそうですよね。その社会の役に立つというふうなことじゃなくて、でも役に立つんですよね。物事を同時に思考するために非常に便利なツールだと思います。そうですよね、うん、まあ、だからアートがあることによって私はすごく生きやすいっていう気がするんで、うんうん、はい、うん、ということで、はい、なんか話していくと終わらなくなりますけども、はい、そうです、はい、まあ、これからあのドライブの壁画もそうですけど、うん、活躍期待しております。はい、はい、ありがとうございます。今日本当にありがとうございました。はい、ぜひまた、ゲスト出演してくださいね。はい、はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではミキさんのリクエスト曲聴いていただきましょう。あるか、船出です。お聴きください。今日は NTT 東日本北海道事業部ビジネスイノベーション部カスタマーリレーショングループ地方創生推進 PT NTT 東日本公式 e スポーツチームテラホンズ所属の佐藤裕太さん、そしてアーティストグラフィックデザイナーの三木夏美さん、ゲスト出演していただきました。貴重なお話ありがとうございました。次回の担当は4月第3週4月の15日金曜日ですね、午後3時からの予定です。来週26日、午前10時からはシネマキックスを担当します。私の2002年独断映画ベスト10を発表いたします。ということで、時間が来てしまいました。それでは素敵な週末をお過ごしください。田原俊子でした。